本当に日南の文化祭り、皆さんご来場くださいましてありがとうございます。僕もね、地元岡山県民、美星町出身ではございますが、岡山の地域密着で本当に日々頑張っております。ただしちゃんと仕事はしてるんですよ。大道芸は土日祝日限定でございます。普段は地元の金融機関、美北信用金庫というところに勤めております。今、成増支店の方にいますが、外回りで頑張っておりますので、またね、こっちの方来ることあると思います。その時は皆さん、よろしくお願いします。それでは、大変お待たせしました。ラストファイヤーショー、ちょっと決めていただきたいんですけど、まだね、今来た人もいらっしゃいます。最後、皆さんの大きな拍手が欲しいんです。なので、ちょっと一回だけ、拍手もう一回最後の確認で、コマを回します。いきます。それではいきます。皆さん準備が良かったら、これ大きく高く上げた時に大きな拍手お願いします。それではいきます。3、2、1、よっ、 OK、 よかった。じゃあさっきミスったけど今回はよし、決まった。ありがとうございます。それではいきます。最後なんで、よかったら皆さんね、手拍子で盛り上げていただきたいんです。ありがとう。それでいきます。さあ、ファイヤーショー、ビシッと決めたいと思います。これね、本当に怖いんです。今日はどっちかやったらね、難易度を下げてる方ではございますが、頑張ってやりたいと思います。ごめんなさい、ちょっと火が強すぎました怖い。それでは皆さんね、頑張って回していきたいと思います。手拍子 OK です。それではいきます。最後までご覧いただいてありがとうございました。ラストファイヤーショーですよ。拍手、ありがとう。大きな拍手、ありがとうございます。一緒、最後はピシッと2回転でキャッチ、2回転でキャッチ、決まりました。よかったんじゃ、火を消そう。なかなか、なんで誰も突っ込んでくれないじゃあ待ってよ、結構いい感じ。ちょっとこのまま頑張りましょう。ありがとうございます。今日本当に風が少ないんでね、最後は特大のファイヤー、火を吹きます。ありがとうございます。よかった。じゃあ最後はね、この火を特殊な方法で消したいと思います。火が消えたところでね、最後なんで、皆さん大きな拍手で盛り上げてください。それではいきます。大丈夫、ちゃんとやります。いきますよ。最後まで視聴の方見ていただいてありがとうございました。この後もね、ブラックハットブラザーズ演奏、楽しい演奏が待っておりますので、あともどんどん皆さんね、集まっていただいて楽しんで帰ってください。本日はありがとうございました。それでは消します。ありがとうございました。よし。さあ、以上ではございますが、ジャグリー・ケータマジックショーを終わらせていただきたいと思います。